キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は三が日最終日、1月3日ですね。今日は水曜日ですね。はい、ドロンということで、いかがお過ごしでしょうか。今日は、こちらの方面はめっちゃ雨降ってます。雪にはならないみたいですね。その寒くはない雨って感じですかね。1,2,3 ゆっくりさせていただきまして、もうふぬけの、もうふぬけ太郎になってしまってますね。今日の出来事、結局駅伝は往路復路青山かなって感じですかね。はい、すごかったですね。なんか怒涛の巻き返しやったみたいな感じの話をちらっと聞いたんですけど、で、あとはまあちょっとね、能登半島の地震のこともですけどね、昨日もちらっと言いましたですけど、いやー、私のフォロワーさんもちょっとやっぱ被害がね、甚大だみたいで、ちょっと、もうなんかすごく考えさせられるなと、本当思います。で、その後にJAL ね、なんか続くよね。なんか誰かがストーリーで流してましたけど、なんかアメリカの方でもなんかテロがとかね、なんかどっかのところでもなんか事件がみたいなね、なんか感じで、2024年辰年、竜が暴れまくってるのかどうかわからないですけど、人間に対して何か警告をしてるのかなとかね、考えたくないですけど、なんかそんな感じもします。まあまたね、私たち自身はちょっと前向きに考えてね、やるべきことをやるっていうところで、しかないですよね。はい、ほんとそんな感じがします。このパキポキさんのぼやきもですね、年末から31、12で、今日は3ですかね。もうほぼほぼ聞いてない曲も誰も聞いてないっていうね。はい、まあ開けてゆっくりしたらまたこうちらっと見ていただけるのかな。わからないですけど、もう独り言状態になってますけどね。まあそれはそれでよしとします。はい、今日は朝ですかね、10時半からまあお昼ぐらいまで、備前の8アカウントで吉野さんが、されておりましてですね、ライブをですね、頑張ろうぜって言ってましたね。はい、アガスワさんもなんかちょっと片付けをしながらライブをねされておりましたですけど、なんかね、もうちょっとちらっと見に来ましたけども、なんか大変そうやった。もう頑張れってしか言えないもんね。もうそんな感じでございます。はい、じゃあこの続きはまた後で。はい、パキパキさんのぼやき続きですということで、2020年始まって3日目ということなんですけど、いかがお過ごしでしょうか。いや、私もね、ちょっとなんかライブしようかなとか思ったんですけど、こういう状況なので、ちょっとそういうテンションにもなれないところもあり、やっぱ心配だなとか思ってですね。で、去年の9月からですね、ちょっと音信不通になっていた広瀬さん、年明け、今日ですかね、今さっきなんですけど、DM 来ました。復活されましたね、よかったと思ってですね、やっぱ体調崩されてたみたいです。病気でちょっと入院してましたりってね、なんか入院してたかどうかごめんなさい、わからないですけど、3ヶ月間ちょっと療養してたということで、ごめんなさいねとかと、いえっていう感じだったんですけど、やっぱ何かしら皆さんやっぱ体壊したりね、いろんなことがあるみたいですけど、やっぱ気持ち大事やな、前向きでいかないかんなっていうのが改めて思いました。私も毎日くだらないことをしてるんですけど、結構皆さんのコメントいただいてですね、はい、なんかパーキさんのなんかちょっとこうね、ポストを見たりとかすると楽しいですわって言われる、まあそれでいいのかなと、と思いますね。はい、今年もなんかできればいいなとかって思ってる次第であります。はい。
明日から仕事ですけども、うちの同僚もう少し動いておりますもんね。昨日もちょっと忙しかったんじゃないかなと思うんですけど、私はちょっと英気養わさせていただいてますので、いやほんと休みって言っててブラーボブラーボしたよね。なんかしようかなとかって思うじゃないですか。なあ、まあなんていうんですか、逆にね、なんかバタバタしちゃった時の方がなんか、やるんすよね。もうほんとなんかよくわからんっていう感じだから、時間があればなんかをするとかよく言うじゃないですかね。なんか時間があればこれをしたい、時間があればこうなんだって、あれ嘘ですね。はい、時間があってもやりません。はい、だから今やろうとか、なんかちょっと今やるとかってならない限りはバランみたいですね、人間ってね。まあそういうなんていうんですか、ちょっと天才肌の人はですね、もうなんかピシャッとこうやるとか言ってね、時間があればちょっとやるとか言ってやるんかもしれないですけども、私たちみたいな凡人はもうやりません。はい、で時間があって生まれすぎて、ああ今年も終わった、あーとかってね、なんかそういう繰り返しなんかなと思う。これ今日何をしよう、今日これしようとかの方がやりやすいかもしれませんね。ダイエットは、三が日終わって仕事が始まってやろうとかね、これ何日からやろうっていうのはやっぱちょっと厳しいかもしれないですね、危険ですね。今やろうに変えた方がいいかもしれません。今結局そこで結局10やらなくても1でも2でもやっておけばいいんだという感じがしますよ。で明日3やる4やるみたいな感じになっていくのが一番望ましいパターンなのかもしれませんね。はい、皆さんの行動どんな風な感じで自分自身に仕向けてるかちょっとわからないですけど、私はそれの方がいいのかなとかって思っております。まあちょっと今日は一日ぼやーっとしてましたので、あんまり大したことは言うとりませんが、はい、また2024年もよろしくお願いしますっていうことにしていきましょう。はい、明日から私、木曜日ということなので、今日水曜日から休みっていうことやったんですけどね、本当やったらもう今日もし普通の日やったら今日から仕事やったんですけど、今日も水曜日だったのでお休みさせてもらったんですが、明日からまた1週間始まるぜということで、はい、ざまみろです。で2024年もスタートしそうでございます。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。エネジー。